まずはスクールアイドルフェスティバルをどんなイベントにしたいか、みんなのイメージを共有したいと思うの。どんなイベントにしたいか？そうね。けどそれだけだとイメージがふわふわしてるでしょ？だからもっと明確な共通のイメージを持ちたいの。それじゃ、まずみんなそれぞれ自分の持ってるイメージを言っていくズラ。文化祭って言うと露店がたくさん並んでるイメージだな。わかる。焼きそば、お好み焼き、クレープにメイド喫茶。メイドといえば小鳥ちゃんやね。のぞみちゃん、なんのことかな。それなら任せて。焼きそばたくさん作るよ。私も特製のニューシャイニーを作っちゃうわ。やる気があるのは結構ですが、食べ物を取り扱うには確か保健所に許可を取らなければいけないはずですわ。海の家の時も壁に許可証が貼ってありましたから。学生だけってなると申請が大変そうだよね。それに予算のことも考えないとね。買えない人が出ないくらいの食材ってどのくらい用意したらいいのかしら。露店ってそんなにたくさん考えなきゃいけないことがあるんだね。まあ予算や許可のことはまだ時間があるから、しっかり調べて対策しましょうか。食べ物以外だと文化祭って何があるのかな。展示とか？お化け屋敷とか射的とかも定番ずら。また、お化け屋敷はやめようよ。きっと苦手な人多いんじゃないかな。そう？私は好きよ。怖いって分かっててもつい入りたくなっちゃうんだよね。怖いって分かっててどうして入れるの？ああ、カナンさんってもしかして。違うよ、私は別に。皆まで言わないでいいよ、カナンちゃん。お化け屋敷じゃないなら占いなんてどう？いいかも。占い好きの子多いもの。堕天使ヨハネの出番のようね。迷えるリトルデーモンたちを導いてあげる。そういえばヨシコちゃん、クラスのみんなの前で占いしようとしたことあったよね。懐かしい。黒いローブとかろうそくを出してみんなを引かせたアリズラね。そんな黒歴史持ち出さないで。あとヨハネ。黒歴史なんだ。他には？ミスコンをやるところもあるわよね。でもさ、スクールアイドルのイベントなんだし、スクールアイドルに関連したものの方がいいんじゃないかな。ねえ、今までのスクールアイドルフェスティバルはどうだったのかな。ニコッチや花代ちゃんなら知ってると思うんやけど。後で二人に確認を取ってみましょう。でもそれとは別に、せっかく私たちでやるんだから新しいこともいっぱいやりたい。うん、いつも来てる人にも新鮮で面白いって思ってもらいたいよね。ですが出店を増やせば増やすほど会場の広さも必要になりますわ。当然管理する人間もそれに伴って増えるわね。かといってライブだけやっても普通のスクールアイドルイベントと一緒になっちゃうんじゃない？
やっぱりスペシャルな感じは必要よね。じゃあライブの演出を統一してみるのは？どのグループもそれぞれのカラーがあると思うから、そこは大切にしたいな。そうだね、押し付けになっちゃうのは良くないのかも。はあ、なんか最初から問題が山積みね。すぐにやらなければならないことや考えなければいけないことを仕分けする必要がありそうですわね。こんな大変なことを実行委員の人はやってたんだね。関係各所と打ち合わせをして、すり合わせて準備して実行する、膨大な手間暇だわ。うん、いろんな人に支えられて私たちはスクールアイドルができてるんだね。せっかく集まったのになかなか話が進まないな。イメージの統一って一言で言っても難しいものなんだね。自分たちのグループのことなら決めやすいのにね。どうしてかな。じゃあ今回もそういう最初の一歩みたいなものを作ってみようよ。なんだろう。例えば学校の文化祭や体育祭だったらスローガンから考えますわね。ええ、そうね。うちの生徒会も学校行事はスローガンを作るところから始めたわ。それだー！よーし！じゃあまずはスクールアイドルフェスティバルの